タッチスゴ麺広島ザ汁なし担々麺ノンフライ麺に液体ソース火薬ふりかけがついています。麺は細めの角断面で中にみっちりと小麦粉が詰まっているような感じです。太さの割には存在感が強いです。反面軽快感や切れの鋭さはなく、じわじわと重たさを感じるような麺です。小麦粉の香りが意外に地味です。スゴ麺にしては量が結構多いです。ソースはすりごまのドロッとした舌触りで、ホワジャオのしびれる刺激がありますが、唐辛子を含めて辛さはそれほど強くはありません。麺と同様に重たさを感じる味で、土台となる部分がしっかりしているというか、やや鈍重な印象があります。塩分や旨味は強いです。ひき肉は味も食感もしっかりしていて効果的です。乾燥ネギ等のふりかけが麺やソースの重たい感じを少し緩和してくれます。重厚さがある汁なし麺です。麺の量が多いので、これ一食で結構な満腹感を得られます。みんな大好きトントン